前回までのネルケの伝説の錬金術師たち、新たなライチを開く。さあ始めましょう。子供の頃は大手の隣の安全の森だって大冒険の舞台だったそうそう、それで危ない目に遭ってきてお父様に怒られたっけ。ってえ、ちょっと待って、あなたなんでそのことしてどこかに話したかしらあれやれ。いや、君の口から聞いたことはないね。僕はもともと知っていた。ねえ、それって笑うとこ、そうやって笑うところかいね。さあ、なんでだと思う。直さないで、真剣に聞いてるの。説明しよう。ゲームタイトル50音縛りとは、プレステ4、プレステ3、スイッチのゲームの最初の文字を50音に当てき、合計44本のゲームをやっていこうという壮大な縛り内容である。タイトルの最初のカッコの中の50音が現在やっているゲームタイトルである。悪いけど無理かわ。他いるかな、思っているんだが、ないな。エンデルクか。こっちかな、なら。いないんであれば、こっち行くしかねえ。イリスとロゼやもんな。ロゼいないもんな。うん。ちょっとエンデルク行きますか。どうだろうか、エンデルクだ。違いは出ていないようだけど。そうですね。すでに処罰を受けたものです。一人で歩いている程度であれば、そう気にする必要はないでしょう。ロータス、何かあったの？あんまり明るい悪い話題ではないよ。いやあ。いやあ、親は寝るけじゃ。こんなところで会うというなんていう偶然だろう。しかしどうしたものかな。今話しているのは、君の耳に入れておくべきか悩んでいる案件でね。あなたがそんな気遣いをする時点で、それはもう異常事態。もう十分異常事態よ。聞かせてちょうだい。そうだね。相変わらずで厳しいよね。分かった。それじゃあ話すとしようか。最近ここぞ、実はここ最近。俗がこの場所に居ついているという情報が入っていたんだ。俗ですって。じゃあ被害が出る前に何とかしないと。落ち着いてください、デルク。そのものはすでに一度裁かれています。え、それってつまり今はもう違うっていうことですか。え、少なくとも現時点では何もしておりません。昔街道で馬車を襲っていた一部に属していたようでね。おそらく被害に遭った行商人が顔を覚えていて、そこから情報が広がったんだと。なるほど、住民の皆さんが知ればきっと不安になってしまいますよね、うん、しかし心を入れ替えているのであれば、その者も守るべき民の一人です。過去の行いを失おうとしている者から機会を奪うわけにはいきません。そうだね、エンデルケ殿の言うことも最もだ。エンデルク殿、民の不安を取り除くとはどういうことか見せられるよ。エンデルクさんは族を取り締まる側の方ですから、住民の方々を優先なさるかと思いましたが、まして盗賊影をやめて心を改めてもらっています。僕は飾らない男でしたが、冒険者となった彼の生き様からは過去を清掃する決意が確かに感じられました。なるほど、エンデルク殿の周りにそういう人物がいたのか。噂になっている元族も同じように償ってくれるといいね。ね、その人の行い次第だけど、時間が経てばいつかきっと。お、エンデルク、上がる。行ってみて、あー、氷上がったけど、なんもないってことだ、なんもない。なんもないな。とりあえず、調査の方行くか。街の声。デモニックハンターだ、ハイドデッカー、デモンズタクル。デモンズテンタクルか。らへんをやりたいから、調査、どっか。ここやね。うん。体力と、ここやって、行こうか。参りましょう、デルケ様。迅速に調査を進めなくては。大丈夫やと信じたい。信じたい。何に使えるかしら。いや、
や、ほんま信じたい。よし、あとは走っていこう。2回やった。さて、いけるかな。すげえ不安でしかね。クリティカルやめい。おーい。よし、終わった。息終わる。スパークやめて、やばい。マヒル人が出てくる。絶対出てくると。お手伝いしましょう。くらいなさい。くらいたまえ。やばいわ。任せてください。危ねえ。怖い怖い怖いもん。よーし、残り一匹。頼む。お、終わった。よっしゃ、俺の勝利。怖っ、マジで怖っ。ご飯よ、俺が思ってあげようかって言いたい、言いたい、言いたいな。ああ、これで安心です。ちょ、マジでびっくりした。耐えられるかしら。ほんわこいつ、やばい、怖い。投げつける。何を投げ、うお、いい。はあ、ああ。お力添えします。同じ鉄は踏みません。とっておきだよ。おい、あ、間違えた。俺は大事のラブソディじゃ。行ってしまえ、この野郎め。怖すぎ、ほんま。これで安心です。いやー、マジで怖。当たり。マジで、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 下だ。ウーウィン、あざっす。シュテルンバグ。え、な、えぇ、はぁ、あ、マジで、マジでってなった今。大丈夫ね。オーケー。ゴーレム、あ、助かった。よくね、死ぬのは寝る。ミスティがちょっとやばい。使っとく。任せてください。耐えられるかしら。耐えんでいいよ。
四つ目なる第一のラブストーリー使う。これでどう？使っちゃうよねもうね。よし、ちょうどいい。じゃん !94 ね。あざーす !2! おぉすげえ !100 段打った。助かった!やっといてよかった。うん。自分自身にも やらせておく。下がってください。バラね。どんだけ。おお、終わる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 。やった、買った。くらいなさい。クレセントブリッジ。よし、勝利。危なかったです。レースタインです。やった。完璧な成果ですね。さすがでございます。さて、主ね。見ていきましょう。ついきの頂点に立つ作。大きさ、重さ、強さのすべてが群を抜いた。釣り人なら一度は釣ってみたい憧れの魚だよ。相当な名手がなければ釣ることは難しい。しかし、その難易度に見合わず、脂身が多く、味はいまいち。いまいちなんかい。いまいちなんかい。お、マジで追加された洋服マネキン。おお。お、友好を深めたからいくらレシピがもらえたと。お、賢者の石あったんじゃ。ようやくやね。原初の炎、はい、原初の、はい、原初の炎ではない。間違えてる間違えてる。やった、ようやくできるね。ずっとさ、思っとってん。ないなぁ。医者いらず。ベルベチスいっぱい作らんとあかんな、これ。うん。それは思ったね。あと、ハサミエビ欲しいな。装飾コランダムが欲しい。すごく。賢者の石を作るには、金剛石と、ドンキュロハイトは、最初の方でいけるよ。シンクの石と、混合石だね。混合石も確か錬金やった。で、シンクの石もそうやった。で、あと、原初の灰やね。原初の灰は。で、難易度9ね。人口5万人以上にしよう。ってなってて、ここは無理やったんだよね。しょうがない。これやらんとダメやったんじゃなかろうかという説。よし、あざっす。助かった。あ、デモンズテンタクルね。これ行かないとね。で、シュトロームドリル流通のやつね。シュトロームドリルってどこにあるの？それなんだよね、ほんと。仕事内容からまたね、やっていきますね。やったー。つながったつながったー。マジで嬉しい。この辺りはどうなっているのかしら。この辺りはどうなっているのかしら。建てるものを考えなくては。場所はどうなさいますか。これで決まりね。いける。あざっす。誰にお願いしましょうか。
じゃあ、派遣中のとこから、ロロが派遣しとったよな。これでいい。この、ロロがにしよう。これでよろしいでしょうか。で、帳簿の依頼を、どれにしましょう。2週後からやけども、お、集合女神の盾。こんなコースや。こちらの依頼をお願いします。どれを立てようかしら。確定。これで問題ないかな。で、新規配置で。小道とかはいらんや。くしゃみが止まらん。止まった。止まらん。止まらん。なるほど。場所を選択しましょう。ここの3つのやつとあそこの4つのやつ。どれを立てようか。何作ってたっけ。施設管理、施設管理見ていこう。施設管理で。この区画、こちらの様子はいかがでしょうか。とりあえず、雑貨や武具や服飾や薬は全部あるな。あれ以外は。どれを建てようかしら。あれ以外、食品店以外は。場所はどうなさいますか。建てるものを考えなくてもどこに建てましょう。ここです。この、はい、この場所にします。 OK、 まあこんだけあって雑貨でね、ブーブーや場所を選択しましょう。この場所、ここどれを建てよう。場所、この場所、どれを建てましょう。うん、で、服飾店な。どこに建てようかしら。この、この、この、この場所にどれを建てようかしら。場所を選択しましょう。適当でいいやもん。この場所、あ、マジだ、あ、まあいいや。ここにするわ。この場所、ここ、この場所、どれを建てましょう。よし、まあこれでいいよ。服飾店で、薬屋と。どこに建てましょう。ここ、この、はい、はい、はい、ここ、ここ、ここにするわ。建てるものを考えなくては。 OK、 これでよろしいでしょうか。ほんで OK、 うん。どの建物を建てましょうか。オーロラクリスタルとか欲しいっちゃ欲しいが、しょうがない感じやから。お、100% なってるやん。すげえ支持率。わ、爆発だ、やめて。あこちらが怖い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 。ありがとう、確認するわ。よし、まあいけてるね。オッケー、ありがとうございました。すまない。これは僕にとってやはり大切なものになってしまった。申し訳ないけど、もう少し僕が持っていってもいいかな。別にいいわよ。それが欲しいことには変わりにいいけど、あんたがその気になるまで気長に待つのも悪くないし。ありがとう。そう。ありがとう、パミラ。それにあなたが天国に行くまで待てば気兼ねなく、ずってもらえるしね。冗談だよな。僕そんなに早死にするつもり気はないんだけどな。一体何を混ぜつもりだい。そうね、私、あなたのおじいちゃんのそのまたおじいちゃんに会ってる可能性だってあるのよ。いや、怖い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 。君が言うと冗談聞こえないんだって。
どうかしらね。でもそのあたりにはあまり突っ込まないでね。一応これでもレディーなんですから。あ、わかった。これが君にとって大事なものだ、なんだってこと忘れない。いい加減に扱ったりしないと約束するよ。お願いね。私の場合、他のみんなと違って、それがないとこの世界から出られないの。というと、そうね、錬金術師のみんなは、グラントライトの木の影響でこの世界に呼び出されちゃったわけでしょ。だから、国の問題が解決したら、みんな元の世界に帰れるの。でも私はその石の力でここに来たから。そうか。そうだったね。昔、僕を助けてくれたとき、そう話してくれた。この石、君はクロノクリスタルと呼んでいたね。これが力を取り戻さないと帰れない。というわけか。クロノクリスタル、なんか怖い。何こそれ。帰れないとはちょっと違うわ。私に帰る場所はない。いや、怖い怖い怖い、それもまた怖い。私はいろんな世界を旅しているの。石が元通りになったら、次の世界に旅立つだけよ。なるほどな。ただ、君がこれを欲しがる理由は分かる。パメラ、やっぱりこの石は君が使うべきなのかもしれない。君は僕の命の恩人だ。だったらこれを君に渡すことが恩返しになるから。だから急に別に急がないってば。あなたと私じゃ流れてる時間が違うもの。何、どういうこと？怖いよ、余計に怖いよ。パメラ怖い。その石を返してくれて、私が月の世界へ向かうとき、石は多分壊れるか、生を消滅しちゃうわ。そうか。あなたとネルケさんをつなぐ大切な絆の石でしょ。どうするかよく考えてね。何？まさか、ロータスも、時渡ってるってこと？そういうこと？いや、怖いんやけど、そう考えると。やばい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 。試練の試験のおかげで鍛えられたのかも。もう後がなかったからね。後がないとね。そりゃね、人必死になるよね、絶対ね。誰だってね。試験がダメだったら留年って、毎日ヒヤヒヤしながら過ごしてたら怖っ。